岡山商工会議所の松田久市会頭らが岡山市役所を訪れ大森市長に要望書を手渡しました要望書では新しいアリーナは地元プロスポーツチームの発展のために必要不可欠であり若者が強度に愛着を持ち定住が進む環境整備にもつながるとして早期の建設実現を求めています市は北長瀬駅近くに およそ145億円かけて新アリーナを建設する計画で岡山県に費用の一部を負担するよう求めていますが県は計画に参加しない意向を示しています岡山市は今後の計画の進め方について来月5日に発表する方針です